こんにちは、泉ひなです。じゃあ初めてのバスタイムルーティンやっていきます。無印良品のジェルクレンジングでまずはメイクを落とします。私は基本的にクレンジングもお風呂でやっちゃうことが多いですね。手でしっかりとなじませてから、お肌にのせるようにしてます。目元とかあと小鼻、口周りとか細かい部分も このジェルクレンジングで一発で落とすようにします。これね、ちゃんと洗浄力っていうかメイク落とす力もあるので、もうずっとこれ使ってますね。5年以上使ってるかも。安いし大容量だし、しかもねお肌が荒れたことも一度もなくて、スルッと落ちてくれるのがすごく気に入っています。なんかぬるっと感もないですし、本当にこれいい。だいたいなじませたらぬるま湯で落とします。その時にシャワーを顔に当てたりせずに手でやることがポイントです。なんか強くやってるように見えるんですけど、なるべくお肌に優しくやってます。じゃあ体、あとは髪を全体的に濡らしたらシャンプーをしていきます。私は最近エッセンシャルのふんわりうるつやシャン、あー曇りました。どうしてもレンズが曇るので今ドアを開けて洗っております。まあ、シャンプーでモコモコ頭皮を洗っていきます。本当に頭皮メインで私は洗ってますね。でしっかりとシャンプーを流します。私は今までいろんなプチプラのシャンプートリートメント使ってたんですけど、なんとなくセーラームーンのパッケージ可愛いのでエッセンシャル使い始めたらめっちゃ髪の調子が良くなったので、そこから最近はずっとエッセンシャル使ってます。じゃあ髪の水気を切って、またエッセンシャルふんわりうるつやのコンディショナーを塗っていきます。まあ2プッシュくらいを髪に塗っていきます。コンディショナーは毛先中心に塗ります。こんな感じで指で手ぐしをするように塗るとうまいこと馴染んで髪がサラサラになります。粗めのコームとかでちゃんと馴染ませた方がサラサラにはなるんで、お風呂用に買おうとはいつも思ってるんですけれども、ずっと買ってないので手ぐしですと、すいません。はい、じゃあ無印のマイルドスクラブ洗顔フォームで顔を洗っていきます。このスクラブ洗顔も本当に5年以上愛用してるって感じかな。ちゃんとネットで泡立てて、で泡を顔にのせます。あんまりね、そのままフォームにつけると肌の摩擦にもなるので、ちゃんと泡立ててからのせて、で指で優しくくるくるすることがポイントです。このスクラブが入っているので洗い上がりがさっぱり、お肌がつるっとなってる感じがすごく気に入っていて、化粧のりも良くなるので気に入ってます。そしてまた今回もちゃんとね手で水をすくって洗い流しますと。まあこれ正直ちょっとめんどくさいんですけれども、昔からシャワーではしてません。そして首とかはもうシャワーで流しちゃいます。でコンディショナーをなじませるために置いてたので、コンディショナーも水で流してしまいます。やっぱりねちょっとだけ時間を置くのが大切です。でコンディショナーは頭皮に残らないようにしっかりとまず頭皮流して、でそこから毛先を落としていきます。なんか昔美容師さんに、毛先はちょっとそんなしっかり洗い流さなくていいって言われました。でフィーノの浸透美容液ヘアマスクを髪に塗っていきます。これはこってりした、トリートメントですね。これも本当にずっと、これも5年くらい愛用してて、安いのにめちゃくちゃ髪がサラサラになるんですよ。コンディショナーと同じ要領で、毛先中心に塗って手ぐしをしながら塗っていきます。でちょっとね根元あたりも軽く塗るんですけど、塗りすぎるとやっぱね髪がベタっとなってしまうので、やっぱ毛先ですね。私はブリーチとかセルフヘアカラーとかよくやってるので、髪はこうやってねトリートメントをすることでいたわってあげております。フィーノ本当にドンキだと1個600、700円くらいで買えるんじゃないかな。だから本当にこれはめちゃくちゃいいから、ぜひね使ったことない方は使ってみてほしい。そしたら髪ゴムで、ポニーテールとかくくって、で体を洗っていきます。肌からのボディーソープをずっと使ってます。これローズの香りだったかな。ボディーソープも基本的にネットで泡立てて、しっかりときめ細かい泡を作ってから、お肌にのせるようにしてます。今ねちょっと上半身しか映ってないので、首とか肩とかを洗ってるとこしか見せれないんですけれども、これで全身洗ってます。で背中とか手の届きにくいところはタオルとかを使って洗うようにしていますが、基本的には泡立ててから洗う方がお肌にもいいので、絶対そうしてます。で洗い流しますと、
洗顔の時もそうなんですけど、この時に首とか耳の後ろとかも綺麗に洗うようにしてます。あとこのねつるんと綺麗恋するお尻、ちょっとお尻は映せないので肩でやったんですけど、これでお尻を洗うとめっちゃお尻がツルツルになります。でタオルドライの前にビオレ U の濡れた肌に使うボディ乳液を体全体に塗ります。これも何度もリピ買いしている商品なんですけれども、体を拭く前にボディ乳液を塗ることによって、まあ、簡単に塗れますし伸びもいいので、やっぱ体拭いた後だと伸びが悪くなって消費量も多くてもったいないんですけれども、これだったら、まあ、少ない量で体を保湿できるので気に入ってます。いい香りですし、まあ、とにかく楽ですね。この後に体を拭いていくんですけれども、普段使っているタオルは私はマイクロファイバータオルです。特にメーカーにこだわりはないんですけれども、柔らかいのでお肌に優しい感じがしますね。あとはこすらずにポンポンと置くように水分を拭き取って摩擦を軽減してます。洗濯するとこれはねすぐ乾くからめっちゃおすすめ。じゃあお風呂から上がったら CNP ラボラトリーの化粧水ミストを振ります。これはお肌を鎮静してくれる効果のあるミストなので、まあ、最近ちょっとね花粉でお肌が荒れ気味なんですよ。ちょっとボコついてたりするので、このミストでまずはお肌を鎮静させてからパックをします。このね贅沢ジュレシートマスクのシリーズがめちゃくちゃ保湿力が高くて、シートも分厚くてつけ心地がいいというか、まあ、本当に贅沢な感じがします。あとジェルもプルプルで、もう保湿度がすごく高いので、これ初めて使ってからもう感動して、それからなるべくため買いしてめちゃ毎日使いまくってます。シートマスクは私はこんな感じで結構丁寧にいつも貼りますね。でシートマスクをしながら普段私は髪を乾かすので、でもその間にさシートマスクが乾いてしまったら嫌じゃないですか。なので私は上からこのダイソーとか100均で買えるシリコンマスクをかぶせます。こうすることで髪を乾かしている間もね潤う。じゃあ、コームで髪を溶かします。いつもこのダイソーで買える100均の、粗めのコームを使ってます。で、私の大好きなエルジューダの、オイルを髪に塗ります。ワンプッシュですね、髪短いので。でワンプッシュを毛先中心に塗ります。これも手ぐしをするように塗ることで、しっかり髪の細部にまでなじませます。で手に残ったものをちょっと頭皮の近くの部分にも、塗ります。まあやっぱ頭皮近くは塗りすぎるとベタついちゃうのでね。で先ほどねその使ったパックジェルの量がえぐいんですよ。いつもシートつけた後もめちゃくちゃねこのジェルが残っているので、これを首とか腕とかも本当に体全体にこちらも塗ります。めちゃくちゃ保湿力が高くてお肌がもちもちします。あとねこれさっき恋するお尻って名前のお尻用ソープでお尻をツルツルに洗ったじゃないですか。でそのツルツルに洗った後にこのジェルをお尻に塗るとね、もう肌お尻がめちゃもちもちになるんですよ。別に誰に見せるとか言うわけではないんですけれども、なんかお尻がもちもちだとなんか私もハッピーになるのでいつも塗っています。足とかに塗っても本当にお肌がプルプルになるというか、私体結構乾燥肌で昔から足もすねの部分とかひび割れたりするんですけど、最近このパックを塗るようにしてから治りました。あ、今お尻に塗っております。はい、そしたら髪を乾かしていきます。まずは前髪で全体に乾かしていくようにします。やっぱこのねダイソーのシリコンマスクが優秀すぎるな。で基本的には上から下に向かって髪を乾かすようにしてます。なので、まあ、基本的には根元から乾かしてで、毛先を乾かしていくという感じです。正直私ねドライヤーの時間本当に嫌いなんですよ。めんどくさいんで、もう本当に携帯を見ながらなんか YouTube 見ながら、最近だとハリーポッターの解説を見ながらずっとこんな感じでドライヤーをしております。最後はね髪を全体冷風で当てて締めることをお忘れなく。そしたらもうね乾いちゃったので髪は前髪だけちょんまげにします。これが最近のいつものスタイルです。はい、ちょんまげ。そしたらパックも取っていきます。はい、パック取ったらめちゃくちゃお肌がツヤツヤうるうるになります。もう本当にこのパックねめちゃくちゃ保湿力高い。ヒアルロン酸用ロイヤルゼリーとかいろいろあるんですけど、特に おすすめっていうかプルプルになる気がするのは私はロイヤルゼリーだと思っています。ちゃんとねでもジェルもまだ肌に残ってるのでこんな感じで手でなじませます。そしたらもうスキンケア完了です。はい、
お肌はプルプル潤いになりました。髪も乾かしたし、もうね、特にこの年になるとお肌の保湿って大事だなと感じさせられます。はい、とこんな感じで初めてのバスタイムルーティンだったので、ちょっとね、至らないとこもあったかと思いますが、参考にしてきてください。じゃあね。